今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。結果は3位で、あと少しのところで2位だったんですけど、失点して2位に届かず悔しい結果になりました。皇后杯では失点減らして、そういうところでしっかり勝ち上がれるように、この反省を生かしてまた頑張っていきたいと思います。今シーズンも応援本当にありがとうございました。1年間応援ありがとうございました。なでしこリーグ1年目でしたが、多くの方々のサポートのおかげで多くの試合に出場することができました。来シーズンも引き続き応援のほどよろしくお願いします。今年1年間応援ありがとうございました。最後の試合は3対2で勝てたんですけども、結果的に3位という順位で終わってしまい非常に悔しいです。皇后杯では一つでも勝ち上がっていい結果を残せるよう頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。